雨の日は子供の頃を思い出す。穴だらけの靴は水たまり、骨の折れた傘がしだれて揺れる。すごく寒かった。あの人に出会うまでは。マイエ、あなたは特別な子。いつか大きな発見をする。その頭脳を腐らせてはダメよ。わかってるよママ。アウロラの解析は間違いなく僕にとってのライフワークになる。セブンスコードは僕の人生を満たす。あなたの人生を。私はあなたの純粋な探求心、聡明な魂に惹かれた。だけどそれはあなたが人を救うと確信したからなのよ。人を救う？違う。もはやアウロラという個体に実用性はないんだ。ママは僕の考えを否定するつもり？あなたはいつまでも子供のよう。情熱的、純粋であり、残酷。手段を選ばず、犠牲も厭わない。それって美徳でしょ？もう杉浦に力はない。僕はあいつからアウロラを奪った。いずれ、アウロラの価値をも奪う。ママは、僕を認めてくれるでしょ？私は、あなたの母親ではないのよ。そんなことどうだっていい。サイは投げられた。もはや突き進むしかないんだ。諦めるな。叩き込め。立ち上がれ。僕は無理強いをしただけだったのか。ソウルを追い詰めたのか。ここで戦えなかったらただのバカだよな。パルス、脈動を停止。ここがどこなのか、今がいつなのか、僕が誰なのか、なぜ、何のためにこの箱庭で戦い続けるのか。考えても無駄なのかもしれない。おはよう。よく眠れた？眠り足りない。もっとずっと眠っていたい。あんたミカじゃないよね。目を覚まさせてあげるよ。あんたの持っている職能を全て見せてもらう。ブラッツ、you
手間をかけずとも教えてやるよ。パンクリアス、ラン、リバー、ストマック。待って、痛いのは嫌だ。そいつはやめろ。他に何を保持している？ゴールブラダー、そしておそらくキドニーも。コロンはニレの手に渡ったのか。まあ、あれは複製品に過ぎないけど。お前は僕が誰なのか知っているのか？僕だったこともある。サヤコやニレ、ウルカという少女、ミカは二度目だね。随分と詳しいな。あんたの目で、僕のコルニアで見た。それに僕だって元ソートだ。それなりの調査能力はある。他に分かったことは？あんたは今七つの職能を保持しているんだよね。そうなるな。角膜を僕に返すんだ。何？返すんだ？どうやって？取り戻すと言ったろ。方法が分かったんだ。目を閉じろ。戻っておいで、コルニア。抜けていく。取り返させてもらった。いいか、これからも6以下をキープしろ。それ以上保持してはいけない。なぜだ？職能はコードでできている。コードって？遺伝子情報をデジタル化したもの、設計図だよ。 DNA シークエンス、そのコードなのか。デジタルでいうコードなのか。ダブルミーニングで総称してコードと呼ぶんだ。アウロラのコード、アウロラは特別。そしてハルチナ、音楽用語にもあるだろ、コードが。トリプルミーニングだね。あの女たちはおそらく音楽でアウロラの組織を荒ぶらせる。彼女たちは七つの大罪になぞらえ僕たちを裁く。罪人とされたのは職能を持つ者ばかり。アウロラの臓器を取り戻そうとしているのか。目下のところ一箇所に集めているね。柏原ゆいと、あんた変わったね。変わったんじゃない、多分成長したんだ。それ自分で言う？違うと思うよ。あんたはもう元には戻れないほどに変わった。それはね、成長とは違うんだよ。いいこと、悪いことか。僕には分かんないよ。それはそうと、お前のコルニアに付き合ってほしい場所があるんだが。